ツールド・ビエゾか。ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。アサジエを後悔せい。死ねえ。ススッドが、セルドの真似事か。腹を切るわ。そんなもの興味はない。お前を通してダナを解放せ。おさくな、顔もないドレープ勢が。終わりだ。やったぞ。リエザ、覚悟なさい。風よ、ターンストライク。くらえ、終わりだ。炎よ、巻き込め。リエザ、どこだ。さらに風よ、積み上げろ。うわ、リエザ、泣き払う。リエザ、さらに打ち込む。どういうとき泣き払う。これでいける。どういうとき。もらった。下げろ。マグナレイ、ドリームハンガー。はい、うっかめ、決めてやる。ほらほら、握った。ナギハラウ、ゲンジ、マジンジャー。うっ、出せる。マグナレイ、力を借りる。炎よ、これで終わりだ。エゾが逃げる。追うのよ。セルドが奴隷から逃げるのか。いい気になるな。なら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。手にするはずの。
ぞ貴様ら。なんということをしてくれた奴隷が。幽霊機もマスターコアもないお前はもう終わりよ。油断するな、シオ。巻き込め。とてもないデカさだ。巻き込まれないよう注意なさい。マグナリー、これでいける。飛べ。水の力で。ほら、はい、超輸送。はい、飛べ。火の精霊術よ、バーンストライク。化け物の攻撃を避けて。巻き込め。マグナリー。ほら、行くわよ、超輸送。くれ、死にてやる。あの化け物仕掛けてくると。謝らない。炎の化け物邪魔ね。俺がやってみる。いける。来い。ねえ、倒れろ。本当にやるなんて。今のうちにピエゾ。終わりだ。何をするんだ。危険よ、止めないと。やらせない。ないわ。お前を倒す。これで終わりだ。なぜ同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物どうしたら。
壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。アルフェ。俺の名はアルフェンだ。炎、炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面、改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。
名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したといっても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。何にでも首を突っ込まないで。何か視線を感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。何かあったんだろうか。何？そうね。どうだろう。どうかしら。うん。ええ。
これは。何？シオン、なんで人を遠ざけようとするんだ？いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。そんなに迫ってこないで。これ以上詰め寄るなら茨が行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。そうとにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。レナ兵や手下のズーグルが見当たらないな。はぐればかりだ。大方指揮官であるスルドを失って逃げ出した。やるしかない。魔人戦、よし、チン。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒す。これぐらいの相手なら。
問題ないな。炎の剣の力は期待以上、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊機の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか？あれほどの力を振るうことが。いいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？わかったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。感じた。これは邪魔よ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。何かに使えそうだな。さっさと片付けましょう。よし、いい感じだ。海に通じているの？上と違って水が綺麗だ。魚が泳いでるのが見える。美味しそうだ。え？なんでもない。やるしかない。うっ、はい、そう。さらに終わりだ。この相手は小物に時間はかけてられないわ。ああ、存分に力を振るいなさい。力の差も測れなかったのね。
容赦しないわよ。来るなら来い。炎よ、下げろ。うっ、まだよ。マグナリー、くれ。終わりだ。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。この調子でいきましょう。
いなさそうな相手だな。火の精霊術よ。相手には困らないな。魔王エニカ、この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。力の差も測れなかったのね。あの時、修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょうね。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ。精霊力は世界を巡り拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ。王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろう。ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの。あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの。知るもんか。言っただろ、記憶がないって。わかったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか。まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか。それがここのとこの騒ぎの連続でなけなしの在庫が降って。そうか。他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒。毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。